この虫に刺されると普段水ぶくれにならない方でも水ぶくれを起こしやすいんです。痒くて嗅いでしまうと後に残ったりもしますので、そして炎症をしっかりと抑えましょう。皆さんこんにちは、皮膚科医の玉木由紀です。今日お話しする内容は水ぶくれができる虫刺されについて、虫刺されで水ぶくれができる原因、やけど虫、水ぶくれができた時の対応、虫に刺されないようにするにはについて皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと虫刺されについて詳しくなれると思います。このチャンネルはニキビ跡、様々な皮膚トラブルでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木由紀がお送りします。虫刺されって皆さんも経験されたことありますよね。だいたい2日ぐらいで自然に治りますが、かき壊してしまったり、刺した虫の種類によっては水ぶくれができてしまいます。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。どうして水ぶくれってできるんでしょうか。水ぶくれは医学的には水疱といって、靴ずれを起こした時とか細菌感染を起こした時にできて、皮膚の細胞が損傷を受けて組織から染み出てきた体液やタンパク質が皮下に溜まってできます。この水ぶくれは虫刺されでも起こります。どうして虫刺されで水ぶくれができるのかっていうと、虫の持つ毒液による化学的刺激によって皮膚の細胞が傷つけられるので水ぶくれができます。他にも虫が吸血するときに注入した成分に対するアレルギー反応、つまり体内に侵入した異物に対する防御反応で水ぶくれができます。虫刺されによって水ぶくれができるかは、どの虫に刺されたかよりは個人の体質によるものが大きいです。同じ虫に刺されても人によって赤みだけ出る人もいれば、ひどく水ぶくれになる方もいて、症状の出方には差があります。あと子供の場合は大人に比べて虫刺されによる症状が強く出やすいのでご注意ください。どんな虫が水ぶくれを起こすんでしょうか。皆さんはやけど虫って聞いたことありますか。この虫に刺されると普段水ぶくれにならない方でも水ぶくれを起こしやすいんです。やけど虫は青葉ありがた羽隠しという7ミリぐらいの黒とオレンジ色のツートンカラーの虫で、日本全国どこにでもいて、湿気がある場所を好むので田んぼや湖と池、沼とかに生息しています。この虫は光に集まってくるので、窓を開けっぱなしにしていると家の中の光を頼りに家の中に入ってきます。だいたい6月から8月にかけて多く見られます。アリに似てて大きな羽を畳んで隠しているので、青葉ありがた羽隠しという名前なんです。この虫はペデリンという有毒物質を含んだ体液を持っているのが特徴で、これを素手で触ってしまうと有毒物質が皮膚について、その刺激で皮膚炎が起きて、やけどした時のような水ぶくれや痛みができます。なのでやけど虫と言われているんです。夜に自転車に乗っていて、顔に何か虫がついたなって思って手で払いのけた時に、この虫に当たると体液が出て赤みやミミズバレが起こります。最初は赤くてミミズバレだけなんですけれども、体液が真皮に達すると数日してからヒリヒリして痛みが強くなって水ぶくれができたり膿が出てきたりします。1ヶ月ぐらいするとかさぶたになりますが、炎症が激しいのでかなり跡が残ることが多いです。水ぶくれができてしまった時の対応方法ですが、水ぶくれができてジュクジュクしている時は消毒はしないで、まずは石鹸で洗ってください。痒くて嗅いでしまうと細菌が起きて化膿してシミや跡に残ったりもしますので、ステロイドを塗ったりかゆみ止めを飲んだりして炎症をしっかりと抑えましょう。やけど虫に触れた場合は、こすると液が周りに広がってしまうので危険です。こすらず水で洗い流しましょう。特に液がついた手で目の周りをこすってしまうと角膜が傷ついて失明したり、
結膜炎になりますので眼科も受診してください。特に子供の場合は書かないでねって言っても我慢できずに飛び火になったりもしますので、早めにお近くの皮膚科を受診なさってみてくださいね。虫刺されが後になるのはどうしてなんでしょうか。虫刺されってうまく治せないとシミのような変な色が残ります。これは炎症後色素沈着といって、皮膚を修復させる過程でメラニンという色素が沈着してしまうから起こります。虫に刺された時に炎症後の色素沈着になるのは早く治療しないからなんです。炎症後の色素沈着はニキビの跡や日焼け、あと擦り傷の跡でも起こります。こうした皮膚に炎症が起こると組織が傷つきます。傷ついた組織を修復する過程でメラノサイトが活性化してメラニン色素が作られて色素沈着になります。通常は皮膚はターンオーバーしていつかはこのシミは消えていきますが、1年以上かかって消えることもあります。特に書き壊してしまって炎症が長引けば長引くほどメラニンが表皮から真皮に落ちてしまい、ターンオーバーで取れなくなって最悪完全にシミとなって残ることもあります。特に大人になると肌のターンオーバーが遅くなり後になりやすいです。なので虫に刺された時は炎症を早く抑えるためにステロイドを塗ることが大切です。あと紫外線対策もしっかりしてもらいます。炎症が起きて赤くなっているところに日光を浴びてしまうとメラノサイトが活発になってさらにシミになりやすくなります。虫に刺されないようにするにはまずは怪しい虫には近づかない、触らないことです。何かに刺されたと思ったらこすらず水で洗ってよく冷やしましょう。虫は基本的には光を好みますので窓を開けたまま寝たりしないで網戸を活用しましょう。夏場でも虫に刺されそうだなっていうところに行く場合は長袖、長ズボン、首周りはタオルで覆い、虫除けグッズや殺虫剤を持ち歩くようにしましょう。小さいお子さんはこのツートーンカラーの虫が珍しくてつい触りたくなってしまうこともあるので、この虫には触ってダメだよって教えておく必要があります。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで今日は虫刺されで水ぶくれができる原因、やけど虫、水ぶくれができた時の対応、虫に刺されないようにするにはについて皆さんにお話をさせていただきました。気になる方はお近くの皮膚科を受診なさってみてくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は高評価やチャンネル登録をしていただけると今後の動画配信の励みになりますのでとっても嬉しいです。このチャンネルには皮膚をきれいにする動画やためになる動画がたくさんありますので、ぜひご覧になってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではきれいな肌を目指す方へ皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。